この選手を代表の選手のメンバーを決めるまでが監督としては一番大変だっていう話を伺った時があります。まあ、物事って早く決めてテキパキやった方がいいって言われるんですけど、今回は時間かけて引っ張ってたことによってひっくり返ったものもあったんで、良かったと思います。やっぱり日本が世界一になるにはピッチャー含めた守りだっていうのはあったので、とにかくいいピッチャーを選ぶ、そこがベースでした。で、特にアメリカ知ってる選手を多めに入れたい、まあ、これはすごくありましたね。笑いながら変えてくださいって言ってました。やっぱそのくらい覚悟を持ってないと、で誰にそういう思いで持ってたら他の選手もいけるというふうに自分では思ってたので、まあ、準備をするっていうか、そういうのはすごく思ってますね。こんな打線だったら嬉しいな監督ぐらいに思わないと決められないかなっていうのはちょっとあります。並びとして軸になる並びっていうのはなんか間に作りたいなっていうのはちょっとありますね。ここまで来ると本当に魂のぶつかり合いで力の差があるとかそういうものじゃないので、もういろんなことが起こるし、もう本当にただなんかそういう戦いこそが本当に野球の凄さなんでね、まあそれに飲み込まれないようにそういう形の試合ができるようにしっかりやっていきます。まあ、みんな明るく回って準々決勝も勝てて、で、まあ、アメリカの空気も感じながらの練習だったので、明るく本当にできていると思います。選手たち頑張って勝ち切ってくれたこと、本当に多くの日本の皆さんの思いというのもね、力に なりました。本当に感謝でいっぱいです。そういう難しい試合の中でね、選手たち本当に自分の役割をその場その場でしっかりやりきってくれて、まあ、勝ち切っていったっていうのは本当に素晴らしい試合だったし、素晴らしいチームだったなっていう、ね、本当に僕からはもうありがとうという言葉しかないですけど、本当に、野球ファン全員にね、思いを込めて、まあ、ありがとうという言葉です。で、野球の面白さ、凄さ、怖さ、選手たちが、見せてくれました。で、それを本当にね、やりやすい環境を日本中で作ってくれたファンの皆さんに本当にお礼を言いたいですし、これからもぜひ野球のことをよろしくお願いします。本当にありがとうございました。山川選手、お願いいたします。はい、僕はやっぱり最後翔平とトラウトの一騎打ちが、ドラマチックだったなと思いながら、はい、すごいなと思いながら見てました。以上です。まあ、そのもちろん世界一という目標にね、行ったんですけれども、まあ、そのことも大事ですけれども、これだけ日本中の人が野球の面白さとか凄さを感じてもらえた。で、多分この選手たちに憧れてたくさんの子どもたちがこれまた野球やってくれるというふうに思うんでね、まあ、そういうことにつながったっていうのはすごく嬉しかったです。まあ、僕は大谷さんがやっぱりこう8回か7回か内野安打で、ランナーに出て、まあ、すごいこう走塁をした後にやっぱりブルペンに戻って、ブルペンからこうマウンドに一人で歩いてくるあのシーンっていうのは、まあ、そこで一回リクエストでちょっとベンチの中で見てたんですけど、やっぱりなんていうか本当にユニフォームが汚れながらもこうマウンドに、行く姿勢というか、本当になんか夢のような、シーンでした。はい。決勝戦のその最後のシーン、9回ツーアウトのシーンで、こうもうベンチの人もみんなこう身を乗り出してすごく前のめりでこう試合に入っている感じもして、あと1個で世界一っていう景色だったり、優勝した瞬間のみんながこう集まるシーンっていうのはすごく印象に残ってます。準決勝の松坂さんがスリーラン打ってくれたところで、まあ、スリーランで先制された後に帳消しのスリーラン打ってくれて、本当に
救われた気持ちになりました。まあ、単純に多分見ていてもらって子どもたちがかっこいいなって本当に思ってもらったというふうに思うの で自分の価値観というかこうなりたいって本当に思った時人は頑張れると僕は思っているんで、そういう姿を選手たちが示してくれた見せてくれたっていうのはすごく大きかったんでね、ぜひそこに向かってほしいなっていうふうに子どもたち思います。